こんばんは、速稼塾の久保です。今日はね、私のオタク部屋からお届けしようと思います。このオタク部屋はね、私が中学生の頃に欲しかったものを全部詰め込んでみたんですよ。まあ、ですんで最新の機器ってのは何もありません。例えばね、ほらこれ当時コンポって呼んでたやつで、カセットテープも CD もそれから MD も聴けるやつなんですよ。私が中学の頃に持っていたものが全部聴けますね。だからブルーレイとか DVD はこの部屋にはないんですね。でアメリカに憧れていたんで、国旗こうやって CD とかね、漫画本がいっぱいあって、こういうね、こういうふうなのが全部あるんですね。で狭いでしょ、狭いけど中学の頃ってこのぐらいの部屋がね欲しかったんですよね。なんか全部が手が届いて、ぐるっとしたら憧れのものがあってね、ちょっと薄暗くって、もうここには誰も入らないの。こういうのがね大好きなんですよ。でこち亀も全部ね読めるように全巻メルカリで買って、全巻で2万円ぐらいだったかな。まあ、漫画本はねまとめて買うと1冊100円単価ぐらいで買えますよね。それから当時大好きだったスーパードクター K というねシリーズも、これまだ今でも続いてるみたいですね。なんか全部ありますね。本当こうやって見ると若くなったような気持ちがします。今はね、何でも手に入る。中学の頃欲しかったものは、まあ中にはプレミアムがついて高いものもあったり、復刻版で豪華愛蔵版みたいなやつでね、値段が張るものもあるんですけども、今なら買える。当時500円とか1000円ってものが手に届かなかった私でも、今はね1万2万でも躊躇なく買えますね。でもこうやって手に入れてみると、 CD とかを聞いたり漫画を見たりってことはしないですね。こうやって眺めているとなんかね、その頃中学の頃の自分になんかね、借りを返したっていうかね、落とし目をつけたような感じがしますね。あの頃はちょっと何もできなくって、いつかこんな部屋が欲しいなと思ってたんですけどね。で麻雀部屋ってのも、まあ麻雀卓もありますんで一個あるんですけどね。はい、ということで前置き長くなりましたけども、これ何が言いたいかっていうと、そのケチの概念をね今回花山さんが取り上げてくださったんですけども、私がね、あの男はケチならモテないっていうのは、確かに年の差があってもモテないし、まあ若くてもねケチだとねまずモテないんですよね。まあけど若くしてケチと見られても、将来はもしかしたら10年後20年後は違うようになるかもっていうふうな可能性は残るんですけども、さすがにね20代の女の子が40代50代の男性に対してケチだなーってちょっと感じさせたら、もうねこの人一生ケチなんだろうなと思われちゃいますよね。だから40代とか、まあ、50代は特になんですけども、もうね時間を待ってくれないんですよ周りの人は、ね、だから今全部、納得させなければならないし、あこの人は自分よりも20歳ぐらい上だけど、その20年っていうのは本当にものすごい学びある、出会いある、失敗を取り戻すようなそんな厚みのある人生を背負ってきたんだなっていうふうに背中で見てもらわないと、なかなかねそれが憧れから恋愛に、信頼を通り越して恋愛に行くことはないんだろうなと思うんですよ。やっぱりね、私も20代の頃に40代50代の男性はパーフェクトだと思ってましたからね。どうですかね、やっぱり時間が経っても必死でもがいて、大差なしっていうね、そんな現実もあるんでしょうけどね。いや若さが失われた分さらに立ちが悪いかな、ただ年を取っただけっていうのは。まあ、これからね私もいろいろと学んでいかなくてはならないんですけども、さあケチという概念ですけども、私はねケチっていうのは五分五分でもケチだと思うんですよ。例えば男はここまでやった、女のあなたはここまでやれ、まあ割り勘っていうのもそうだし、家事の分担っていう概念も私はちょっとねないなと思うんですよ。ちょっと家事の分担についてお話しましょうか。まあ、私はちょうどね今こういう暮らしをしてるんですけども、家事に対してどういうふうに考えてるかってことをまあまあ聞かれるわけですよ。同じようにその年代がね同じで家庭持ってる、まあ男にはねよく聞かれますけども、私の考えはね、まずはねどういうふうに持ちかけられるかってことです。
俺はここまでやったんだからあとはお前やれよみたいな、そういう考えがあるのは私はこれケチだと思ってるんですよ。なんていうのかな、自分の大好きな人にはいつでも綺麗で整っていて暮らしやすい夢のような環境に住んでもらいたいと思うんですよ、ね、私は。だから細々と整理するんですよ。だからいつもいいものを家の中に置いときたいし、ゴミは細かく取ってあげたいし、綺麗に雑巾掛けもしたいんですよね。であと自分の大好きな人にはいつでも美味しいものを食べてもらいたいなと思うんですよ、まあ、ですんで、まあ、料理の腕も磨くし、外食もセンスがいいところを探すし、美味しいでしょっていうね、とっても豊かな時間とか楽しい笑顔になれるような時間とか空間を提供したいなと思います。当然ですけども、もっともっと雰囲気良くするために自分のトークスキルも学びたいし、どうやったらもっとね喜びの時間を過ごしてくれるのかってことを考えるのが楽しいですよね。だから目の前の女性を喜ばせるのが本当私は好きなんですよね、まあ、だからそういうことを、まあ、自分の喜びとしてやってきたかな、うん、だから受けないこともありますけども、大半受けますよね。そこまで緻密になってたら、準備せずにやったらさすがに私もね行き当たりばったりになっちゃうのかなと思うんですけども、うん、だからケチらないっていうのは24時間365日いつ憧れの女性が出てきてもいいようにしておくってことなのかなと思うんですよ。それは自分のビジネスであっても職場であっても家であってもプライベートであっても車の中であってもどこでもかなと思うんですよ、うん、まあそうは言ってもね、やっぱさすがに私もね寝起きのまんまで顔をさらすこともあったりとかしてちょっといけんなと思うんですけどね。だからそういうところもケチらずに、ケチをつけられないように、うん、自分の365日24時間をねベストな状態で好きな人の前にいたいなと思いますね。どんなに傷ついても疲れても、うん、まあ、外面はね、外面だけでも気張っていきたいなと思うわけですよね、うん、まあその反動がこの部屋に来てるのかなと思いますよねこの部屋好きなんですよね。なんかね、本当に何を見ても自分の憧れたものがある。これでこの空間が嫌いになることはないですね、うん、中学の頃に発売されていて、お、電話だ、じゃあまた会いましょう。